長崎国際大学は、長崎県佐世保市ハウステンボス町2825-7に本部を置く日本の私立大学である。2000年に設置された。大学の略称は、国際大、町国大、二遊。学校法人九州文化学園と長崎県及び佐世保市の講師協力方式で設置されている。ハウステンボスをキャンパスの一部としており、 学生証で入場が可能である。2007年度の大学認証評価は2009年度に再評価を受信し、基準を満たしていると財団法人日本高等教育評価機構は評価した。見学の理念長崎国際大学は見学の理念として3つの要素が備わった人材の育成を掲げている。全文は長崎国際大学ホームページを参照。 教育の目標長崎国際大学は教育の目標として3つの項目を挙げている。全文は長崎国際大学ホームページを参照。もっと長崎国際大学はモットーを定めている。全文は長崎国際大学ホームページを参照。入学者受け入れ方針長崎国際大学は各学部、各学科ごとに入学者受け入れ方針を定めている。 全文は、長崎国際大学ホームページを参照。学部大学院付属機関、施設交通アクセス JR 大村線、ハウステンボス駅下車徒歩十5分 JR 佐世保駅、廃棄駅などより、西小江バス長崎国際大学下車、ハウステンボス園内に、長崎国際大学専用の学生ラウンジを設置している。運動系、文化系、薬学部専門サークルなど、 約30個以上のサークルや同好会がある。ありがとうございます。